扇風機に向かって話している白ハゲの図、我々は宇宙人だは、日本の創作物における宇宙人の定番のセリフ。宇宙人を想起させる役割法の一つとしても知られ、宇宙人のモノマネやギャグとしても用いられる。話し方に特色があり、文字で表記する場合には、カタカナが使われる。このような宇宙人の役割語は、宇宙人語や宇宙語などとも呼ばれる。 本校ではセリフだけでなく、いくつかのバリエーションが見られる、発声方法や関連する、宇宙人語としての性質全般を解説する。宇宙人の表現としては、人間そっくりな言葉を使う宇宙人やテレパシーを用いる、宇宙人というものもあるが、言語学者の金水里氏は、典型的な宇宙人語の役割語と言えるのは、抑揚のない合成音声的な話し方を用いる。 我々派宇宙人だが、だ宇宙人語であるとしている。このような話し方を用いる、我々という単語自体が宇宙人の役割を、すなわち宇宙人語の一つとなっている。こうした宇宙人語は地球征服を企てる宇宙人の一人称などとして用いられ、フィクションの世界で使われる。セリフは、宗助詞、感動詞などをほとんど含まず、雇用論的な含みを持たない。 宇宙人語の文末には、我々は宇宙人だと同様、です。マスを用いずに、ダで終わる形が多用される。発生方法の元ネタとなった映画、地球防衛軍の広告看板このセリフは、発する際の声と、イントネーションに特徴があり、機械的で平凡なイントネーション、電気的処理を施したような声を使い抑揚を、つけずに平坦、機械で翻訳したみたいに途切れ途切れ。 電子音風、五十音の羅列で平凡な発声、高い平坦のイントネーションでたどたどしいなどと表現される。このような声は扇風機に向かって発生する、喉を小刻みに叩く、テープを早回しにするといった方法で出すことができる。言語学者の近代地秀彦によれば、このような発声方法が取られるのは、誰も聞いたことのない声こそが宇宙人の声に適しているためである。 ラジオパーソナリティの早川厚子の紹介したある調査では日本人の9割が扇風機に向かってアート発生することで宇宙人風の声を出す遊びをやったことがあると回答したという科学コミュニケーターの本田隆之は扇風機によって声が変わる原理を羽にぶつかって声が跳ね返ってくるのと羽の隙間を声が通り抜けて行くのとを高速で繰り返すことで声が揺れて聞こえる ためであると説明している。そのため、羽がない、あるいは羽の枚数が多い新型の扇風機では、宇宙人風の声にはなりにくい。宇宙人の一人称としての、我々は、戦前や戦後すぐの少年向け SF 小説にも見られる、表現だった。1957年10月に公開された映画、鋼鉄の巨人海星人の魔女において、我々を称する宇宙人の声に、 電子的な処理によって響きが残るような加工がなされた。さらに同年12月に公開された映画地球防衛軍では震えた機械音のような声で抑揚のない話し方が採用された。言語学者のヨダエミによれば宇宙人語としての我々の原型が作られたのはこの頃であるとみられる。地球防衛軍に宇宙人、 ミステリアン役で出演した俳優の土屋義夫は、このような宇宙人の声の発声方法を考案したのは自身であると主張している。土屋によれば、地球防衛軍に出演した際、翻訳機を通せば、このような喋り方になるだろうと考えた土屋が、監督の本題資郎に提案したのが始まりである。土屋は、1965年の怪獣大戦争でも宇宙人。 X 成人役で宇宙語を披露した。この他、この映画内に我々派宇宙人だというセリフは存在しないものの、セリフの元ネタも地球防衛軍であるという説がある。オカルト雑誌、ムーのライター、初見健一は我々派の感想は地球防衛軍でミステリアンが我々はあれ派という喋り方でメッセージを送ってくるシーンであると推測している。 また、テレビ朝日は、土屋の不法に際して、我々派宇宙人だというセリフは土屋が考案したというと紹介した。宇宙人語の我々は、ウルトラマンシリーズなどを通じて広く普及した。言語学者のヨダエミは、1980年に漫画ドクタースランプにおいて、名古屋弁で話す、宇宙人は不自然であるとする描写があることから、 この時期にはすでに宇宙人の話し方についてのイメージが一般に定着していたとしている。また、我々派宇宙人だというセリフについても、初見健一によると、自身の子供時代にはすでに扇風機を使ったりのどを叩いたりしながらこのセリフを発する遊びがギャグとして成立していた。一方で、関西圏の新聞社らが運営するマイドナニュースの記者によれば2021年にも、 このセリフを口にする子供がおり、幅広い年代に知られている。落語家の林家菊王は、演芸バラエティ番組、焦点において、声を震わせながら、我々ハウ中人だ、我々ハウ中人であると発するギャグを、たびたび披露した。このセリフや、発声方法は、ハウス食品のカレー鍋つゆの CM で母親に、カレー鍋をリクエストする、子供の声、ソフトバンクの CM。 シラトやシリーズのお父さん犬が扇風機に向かって発するセリフ、NHK、みんなの歌で放送される楽曲、子供番組、プリキュアシリーズなど、2010年代以降も様々な場面でテレビ放送に登場している。この他、タイトルにこのセリフを用いた書籍として、以下のようなものがある。ありがとうございます。